ダーマップに探索範囲を表示した。その円の中にアリコンがいる。 MAD を起動。ハント上部にインジケーターの波形が出ているな。探索範囲の中を飛び回って波形に変化が出る場所を探すんだ。こいつは本物の宝探しだぜ。トリガー以外は不測の事態に備えて空中警戒待機だ。バカでけえ潜水艦とはいえ探すには広すぎるぜ。トリガー、 MAD に反応が出た。ハントの波形にピークができたはずだ。旋回し波形のピークがある方向に飛んでくれ。さっさと出てこい化け物め。トリガー、 MAD の反応がさらに強くなっている。ハリコンは遠くない位置にいるぞ。当たりが来たってやつだ。あとは合わせろ。磁気反応を解く。いや、反応消失。MAD の信号に強いノイズが混入。くそ、 MAD までお見通しだったんだ。不測の事態ってやつか。海面にノイズの発生源が見える人います。おそらく水のようなものです。窓がないからブイは見えないが、強力な電波発信源を探知した。それだ、それだ。ジャミング装置の位置を送る。破壊しろ。トリガー、ジャミングブイをやるぞ。こんなもので網を食い破れると思うなよ。いいぞトリガー。なんだ、水中ででけえ爆発が起こった。衝撃、海中の様子。あいつはノイズに紛れ最大速力で逃げるつもりです。敵潜水艦に逃げられる前にジャミングブイを破壊するんだ。両舷転進最大推測。アイスター逃がすなよ。最後のジャミング部位を破壊。どうなった？その部位からの通信を待て。くそったれ。多少情報収集に注力しろ。おい、大丈夫なのか？分析完了。データリンク。位置が動いている。トリガー、探索エリアを送る。逃がすな。アリコンは開口の手前まで来てる。時間がありません。急げ。大丈夫だ。トリガーはもう動いてる。新たな敵 UAV を確認。アリコンから射出された模様。必要発射できる。生きてもいい。落とせばトリガーが楽になる。ストライダー、サイクロプス、残り時間が少ない。心配するな。トリガーが間に合わせる。トリガーは今立ち放しなのに。くそ、サマーね。急げトリガー、頼むぞ。しかし見つかるか、かなり難しいぜ。やるしかねえ。ラッツァ、9時方向の敵を引きつけろ。巨大な鉄の塊だ。必ず反応する。よく探せ。あとは時間との戦いだ。間に合わせるぞ。どうせダメだ。まだチャンスはある。潜水艦アリコンを発見した。やっほー。よし、飛び回った甲斐があったぜ。まだ終わっちゃいねえ。とどめを頼むぞ。目標の座標を押して。目標座標再入力。垂直発射型アースロック攻撃準備始め。 VNA 攻撃用意。射線方向クリア。用意用。ジェンダー発射しろ。撃て。ミサイルアウェイ。対戦ミサイル前段の発射を完了。